近くで見て、こういうところにあの、うん、気泡がいっぱいあるんですよ。うんうん、で、ですからあの水はけが良くて、うん、で保水性があるっていう。うんうん、だからあの黒松なんかにはすごく最適ですしね。うん、あの漂白類にすごく、うん、2割ぐらいだったら、うん、臓器を入れるのにもいいかもしれない。うん、最近これあの沼津のねある人から、うん、あの教えてもらって、うん、勧められてこれ使ったらすごくいいので、うん、水はけがすごく良くなったんですか。はい、水はけが良くて、うん、保水性がある。うーん、これは普通に売ってるんですか。いや、あんまり売ってないですね。あ、園芸店には少なくても売ってないですね。うーん、どこで購入。うーん、伊豆の天城天城ですか、うん、伊豆半島の天城っていう地名があるんですけど、うん、その近くであの取ってるみたいですよ。うーん、あ、じゃあ市販はされてない。そうそうそう。うん、まあ、いろんな土があって本当にそれが盆栽にとって合わないかっていうのはね、うん、あのやっぱり難しいですもんね。うん、本当土だけでも全然変わるってことですね。そう、これは取り木をして2年目に、はい、こう鉢に入れたんですけど、うん、この土は赤玉とあのヤハギズナを混ぜてあの培養したものなんですよ。うん、これね、これはそうなの、はい、で葉っぱがちょっとやや黄色っぽいでしょ。そうですね、これはちょっと根に、なんていうんですか、根が本調子じゃないんですよ、うん、こういう黄色くなるっていうのはね、うん、なんでそうなっちゃったんですかね。で、こっちね、うん、これは全部天城ズナ。あー、ほんとだ、色の葉っぱもの色も違う。違うでしょ。うん、すごい差ですね。うん、だからそんだけ甘水のはいいんですよね。へえ、ほんと土だけでこんなに葉っぱとか勢いも、うん、違うでしょ。ね、全然違いますね。へえ、一般的に市販されてないのが、うん、買えないのが残念ですね。うん、いい土をね、うん、教えてもらったと思って感謝してますよ、うんやっぱ土とかもね、決まった土ではなくていろんな土でチャレンジすることって大事なんですね。うんうん、でやっぱりあのなんていうんですか、みんな一生懸命盆栽のことを考えてやってるから、うん、こういう土を発見したりなんかするんですよね。うん、私はこれ最初は私はこのなんていうんですか、ヤハギで作るのが一番いいと思ってたんですけどね。うん、これと比べたらもう全然そうですね、葉の色もね、うん、